はい、こんばんは。スタジオリバーシャルでようこそ。意外と好評の大人クラブでございます。5月5日子供の日ですね。大人クラブでございます。今日はですね、遠山京子さんが好きで何が悪いです。はい、遠山京子さんロード、はい、すごく好きなんだった、過去形になっちゃうかな、なんですね。あ、こちらにあります。高校教師の時の遠山京子さんがですね、まあ美しいことこの上ないだったんですが、あの小泉京子さんと、知り合ってからあの喫煙するようになって急速に劣化していきました。はい、私も喫煙をするんですが、実はですね、昨年かな、あのドイツスロバキアと回ったんですね。で、ドイツの空港から、友人、あ、ドイツの空港に友人が迎えに来てくれて、ドイツで一泊したんですね。で、その後、友人が迎えに来てくれて、でスロバキアへ向かったんですが、でスロバキアに着いたら、ドイツ人のね、ユーゲン・ルーテンバッハっていう友人がいるんですが、 LRP っていう会社の社長の、あ、久しぶりじゃないか、厚志って言われて、で、お茶飲もうよって言われて、で、で普通にこうスパタバコ吸ってですね、で、あれ、厚志、タバコやめたのって言われたんで、いや、もう吸ってないんだよね、最近って言ったら、うち吸えばいいじゃんって言われて、ここヨーロッパだからみんな吸ってるしって言われて、えと思ったんですが、思わず吸ってしまったんですね。で、2週間かな、2週間ぐらいいたんですが、スロバキアに。みんな吸うんですよ、普通に。ただ、屋内は基本的に禁煙なんですね。で、屋外に必ず灰皿を置いてあるんです。で、毎晩その、ドイツの、ユーゲン・ルーテンバッハと、あと、ポルトガル人の、ブルーノと、あと、私の先輩のね、と、あとイタリア人の友人と、夜食事に行ったんですけど、でそこで、先日お話したイギリス人のね、ポールっていう人にもうまあヘビースモーカーなんですよ。でそこで30ぐらいの時かな、20年ぐらいタバコやめてたんですけどね。でそこからまた吸うようになってしまいました。はい、で富山京子さんなんですが、やっぱり女性が喫煙すると肌とか荒れますね。でよく思うのがね、よく女性髪の毛このゴム祝ってるじゃないですか。でなぜこれを大切にしないのかなって思うんですね。よく路上に落ちてるんですよ、髪を祝うゴムが。でエリック・クラプトンさんがね、こっちの手こう引いてるとこう弦をミュートしちゃうんですよ、袖で。で何回もこうここをねうまくこう止めるゴムがないかなと思って探してるんですが、なかなかちょうどいいのがないですね。で以前ちょっと長めのゴムをここに巻いてたら、ここがうっ血しちゃって、でここ真っ青になっちゃったんですね。でそれ以来なかなかいいゴムがなくて探してるんですが、未だ見つかってないんですよね。はい、でやたらその路上に女性の髪の毛を祝ってたね、ゴムが落ちてるんですけど、もうちょっと物を大事にしたらどうかなと思うんですね。はい、はい、で
遠山京子さんなんですが、まあ、いろんな映画に出てるんですが、まあ、大体こう儚げな女性の役をやるんですよね。あのすごい細い方で、あ、実際にお会いしたことはないんですが、あのこの映画はですね、見たんですけど見たんですけど、あまりどうということのない映画でした。で、ポストマンブルースというね、これあの遠山京子さんとあと、堤真一さんが出てる映画がすごい好きで、で、あの知人の女性に貸したんですが見たのかな見たのかどうかわかんないですけど、いまだにあの帰ってこないです見終わったら、あの、あ、見終わったら感想を聞かせてくれると嬉しいですけどね。で、あの私の YouTube チャンネルをおかげさまで、あの、ね、ご覧になってくれてる方が増えてるんですが、あのパッと開くと最初に流れる音楽が、私とねコンビを組んでるあの加納治というギタリストがいまして、私はさほど有名ではないんですが、彼はとてもあの著名なギタリストで、あの西野カナさんのバックとかやってたんですね。で、今は私とコンビ組んでくれてるんですが、ビハインドミーというね、私が作った楽曲が、まあ、2人でセッションしているような感じのものをね、やってるんです、はい。で、最初はですねまあ要するに Am からこうベースがずっとクロマチックに落ちていくんですが、こんなに面倒くさいね、あのバッキングではソロ弾きにくいよって言われたんですね。で、いや、そうですかって。で、そもそもそのもうちょっと単純にねコード進行してくれないと、そのクロマチックにそのル、要するにそのベース音がね落ちていく中ではちょっと奥は弾きにくいなって言われて、で、加納さんはこういう、ジャズ3というね、ちっちゃいピックを使ってこう割とこうパカ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 ってこうパーカッシブなギターを弾かれる方なんですが、で、僕はどっちかっていうと、音数を少なくできるだけ音数を少なくして、ね、あのメロディー重視なんですが、まあそこのコントラストが面白いんで割と受けてるんですね。はい、割と人気です、はい、一部に。で、加納さんからいくつか仕事を紹介してもらったんですが、全部ビビってねあの仕事を断ったんですね。あの結構こう著名なバンドの、あのギター弾かないで、まあ弾かないかって言われて、で、あの友人のギタリストに、あの相田というね、ギタリストがいまして、あの前任のギタリスト誰なんですかって聞いたら、いや相田くんだよって言うんで、ちょっとと思って、また間の後任と思って、まあ、大変申し訳ないんですが、あのちょっとその話は受けられません。こんないい話を君は断るのかって言われたんですが、何でしょうね、その時ビビっちゃったんですよね。そのなんか大観衆の中で、自分はやれないんじゃないかってね、なんかそういう人間なんですよね。何でしょうね、なんかすごい大きなチャンスが来ると、こう逃しちゃうタイプなんですねなんか怖くなっちゃう、まあビビリといえばビビリなんですよね。でも誰でもそうだと思いますよ、やっぱり。大きなステージっていうのはやっぱり怖いですよ、僕は12歳の時からライブハウス出てるんですが、毎回怖いですね、あのライブって。で、毎回なんとかしちゃってるんですけど、
結果的にね、結果的に毎回なんとかしちゃってるんですけど、それでも自分の中で 100% うまくいったと思えたことは一度もないですね。はい、音楽ってそういうもんだと思います。 100% うまくいくってことはないんで、そうですね、3割成功すればそれで同じじゃないでしょうか。はい、というわけで、今日の、大人クラブは、富山京子さんが好きで何が悪いでした。はい、というわけで、スタジオリバーサイドからギタリストの竹下敦がお送りいたしました。はい、おやすみなさいと言いたいところですが、まあ仕事が残ってるので、仕事をしてから寝たいと思います。はい、ちなみに明日はうまい棒が好きで何が悪いんでしょうかなと思ってます。それでは、スタジオリバーサイドからギタリストの竹下敦がお送りいたしました。See you next time.